みなさんこんにちは、渡辺里奈です。本日もミネスタイルスタートしたいと思います。今日お初のバスルームをお見せするので、ちょっとおめかししてみました。あれ前バスルームやりましたよね、一回ね。やりましたね。あれはファミリールーム、あ、ファミリーバス、家族がみんなが使ってるバスルームで、今回は私のお部屋についているバスルームなので初なんです。どうしましょう。ちょっと待ってください。初というのは、メディア初。そうだよ。え、いうことですか。そう。ねえ、その前にさ、一つ言っていい、はい、私の髪型変わったのになんか増えて回ってもいい。あ、でも確かにいつものハーフアップじゃないな。確かに。見てこれ。あら、25センチぐらい切ったのよ。切りましたよね。切りましたよ。マッサンがバッサリ、ね、はい、ボブよ、ボブ。なんかボブヘア初めてぐらいです、僕らは。そう、だってマッサンも、マッサンに髪の毛を切ってもらい始めて15年以上経つ。あ、もっと経つね。初、こんなに短くしたの。人生初ぐらいですよ。人生初、もっと短い。ちょっとフォーリンラブの時でも、ちゃんと大人になってからこんなに短くするの初めて。へー、いや、素敵ですね。ちょっと外羽にしてみたり、で、だからちょっと大きめのイヤリングピアスしてみたり。なるほど、じゃあちょっと、はい、いいですか。ちょっとだけですよ。いいですか。ちょっとだよ、本当に初公開なの。ほぼほぼ私しか使ってないの、はい、バスルーム。見る。じゃあじゃあどうぞ。お入りください。じゃーん、こんな感じになってます。おおおって、ちょっとまずいいですか。いいよ、何出る、何でしょう。これはやってますね、皆さん。やってますよ。3カ所ぐらいやってますね。3カ所、まず、あちらの壁ですね。壁ですね。綺麗な方。これは 見覚えのある壁ですね。見覚えあるでしょ。はい、マスキングテープでやってみました。これ皆さんおなじみです。おなじみと、ここですね。これもやってます。綺麗な感じで写してよ、さっき。これ元々あれでしたっけ。真っ白なんです、こんな感じの、ね、はい、キッチンでやったでしょ、ね、そうそう。で、床ですね。クッションフロアやってみました。すごい、すごいでしょ。で、こんな感じのお部屋になって、お部屋じゃないね、バスルームになってます。あの、なんかちょっとシャネルチックな感じだったりしてるね。ハンドソープはイソップのものを使ってみたり、ハンドソープとハンドクリームと、ファミリールームはピンク使ってなかったでしょ。あ、メンズが多いから。ここはちょっとね、私一人なんで、ピンク系のものをちょっとずつ入れてみて、バスタオルとか、あ、ピンクじゃないね、白だね。そうですね。奈良さんってこういうおもちゃの使い方がすごく素敵だなと思いますけどね、いろんなところで。そう？自分もなんかいろいろ。あ、そうね、好きなものをいっぱい置いてるみたいな感じですね。バスタオルとか良さそう。そう、あ、ザラホームよ、これ。ザラホームでちょっと大きめのもの、を、あのセットで置いてますね。はいはいはい。ね、こんな感じで、あとお風呂場なんだけど、どうぞ、さとけん。あ、どうぞどうぞ、さとけん。あ、お風呂場も結構ね、ファミリーバスよりもこっちの方が広いのね。そうですね。こっちはテレビはないんですね。こっち持ち運びできるから、はい、テレビここにも持ってきて、ここに置いて、はいはい、あのテレビ見たりするよ。 あのあっちはディオールのもので、はいはい、これはマッサンとか、あのスタッフの人たちからいただいたボディーソープとか、いろいろね。で、シャンプーとかもイソップのものを使ってたり、声も反響して、歌を歌いながらお風呂に入るのにちょうどいいと思いますね。お風呂入るとき歌うの。え、歌歌って、じゃあ帰るか。いや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 、先生、なんかカメラマンさんがずっと笑ってるんだけど、ちょっと触れてくれてもいいんじゃないの。え、なに、あれどうしたの。あら、リーちゃん、リーちゃんどうしたの。何があったの、リール。お風呂入ってた。あららら、リーちゃんもどうしたの。あららら、なんで入ってんの。いや、なんとなくこう、僕もあんまり入ったことないから。あんまりって、そうね、入ることないもんね、ここで。こ
これ新しいパターンですね。本当だね。何どこ目指してんの？この機会にお風呂はちょっと入ってみようかなと思ってこの機会じゃないとお風呂入れてもらえないんで。そうだね、あんまりね、うん、どうせだったらちゃんと入っててもらった方が良かったですけど。そうだね、あわあわで本当だね。放送できないかもしれないから本当だ。もしかしたらね、その髪の毛がこうノーマル状態になってる。ああ、すごい状態だよ。だけどね、実は言うとこっちのお風呂の方がね広いの。ファミリーより実は広いんです。そうなの。そうなの。狭い部屋に、狭いお風呂に子供たちと一緒に入って、はい、皆さんだけど広い部屋、家の広い部屋に出せるんじゃないか。ねえ、人聞き悪いよこれは私が選んだわけじゃなくって、たまたま私の部屋にお風呂がついてたの。へえ。だからちょっと訂正してもらっていい？うん、はい、たまたまついてたんで、はい、こんな感じのお風呂でいつもリラックスしながら、まあ、そう、存在する感もあるけどやらないと落ち着かないです。すごいですよね。いや、すごいですか、ま、もうこのガラス窓、ガラスね、全然綺麗ですよ。本当？絶対ここ水垢になるパターンじゃないですか。なるね。撮影のために綺麗にしたんだよ、いつも。まあね、水回りって風水的に重要っていうじゃない。だからなるべくキッチンも自分が1日使い終わった後にキッチン入ったっていうの、泡泡のあれを排水口のところに必ずシュシュポシュポやって寝たりする。例えば漂白剤で掃除するから、たまに子供たちがお風呂入ってもう漂白かけてるのね、はい、それ知らずに入るから、なんか漂白臭いなって漂白の中でガッシャンな感じで入ってるから、お風呂でも普通気づくでしょ。なのに気づかないで、なんかさ漂白臭いけどって見ればわかるでしょみたいな。まあ綺麗だからいいかなと思って。あ、そうだね。こんな感じで。いや、相変わらずでもすごい。いやいや、なんか自分の好きなものを少しずつ置いてる感じですかね。なんかこう一箇所一箇所を切り取ってもなんかこうアートな感じがするっていうのが、でもここあの収納とか、はい、あんまり見せられるようなものじゃないけど、はい、ここは無印のもので、無印のケース、はいはい、で蓋もついてるので、はい、蓋付きでつけて入れてます。なのでなんかさ、こういう何洗面周りのものって細かいものが多いでしょ。だからいろんな色が重なり合ってるから、なるべくケースに入れて見えないようにしてる感じ。見えるか、こんな感じ。ちょっと言わせていただきたい、うん、顔のこの縦のきっちり、ほんとこんなきっちり入りますって言って入ってるよ。これやっぱりだからその高さが合うから無印になってますけど、他のここで高さが合うやつだったらそっちになったりとか。あ、そう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 、先に合わせて、そう、測っていって無印に行って、長さをチェックして、ここだったらこれがいいな、奥行きもね、はい、全部計算しながら、そこに無印なければまた別に他のところに行くっていう。だからファミリーバスは全部ニトリだったでしょ。そうですそうです。ニトリの回し物じゃないけどニトリがぴったりだったんでニトリのもので、ここはあの同じような感じなのにちょっとずつ違うから無印のものに。そこがやっぱそのストックさがすごく。あ、そうね。なんか私の部屋は蓋があっても蓋を取ってカバーしてってやりくりはできるけど、子供たちの方で蓋を設置してしまうとやりっぱなしになる可能性があるんで、蓋のないバージョンを設置してました。あ、まだいるの？電気消えてます。ちょっと今年もなんかフェイスが電気が消えてますけどね。いや、皆さんヨガするんだから全部電気消してる。だから俺ヨガするんだなと思って。電気消されたと思って。そしたら普通動くでしょう。そうですね、今ちょっとトークしてたから入ったら邪魔かなと思って。あ、そうだ、電気消えてますよ。すごいね。いつもそうだ。そうね、自分の用が済んだら全部電気消していくもんね。例えば僕がリビングでテレビ見てても、はい、あの自分が用が済んでリビングから出ていくと僕がまだテレビ見てるのにテレビ消してる。あれ真っ暗になったんだけど状況が多々あります。そうだね、それは別に嫌がらせしてるわけじゃないよ。何？ん？そこから早くどいてもらいたいなと思って。あのメディア初公開でした。そうですね、ね、いつもはまあブログとかでね、写真なので静止画だったんですけど、まあ YouTube なので
こんな感じでね、こんな感じにしてますよっていう。あ、出てきたじゃん。もういいの？最近ね、ちょっと本当に出たがりになってきたし、街歩いてても、あ、もやしくんだって、もやしくんだなっちゃう、声かけられるようになったの。だからね、2人で一緒にいなくてもバラバラでスーパーにいたりするじゃない、はい、そうすると私じゃなくってもやしくんを見つけて来る方がいたりするの。だからちょっとこなれてきちゃった。どうする？マネ君とかなずき君よりもあれじゃないですか。そう、今タレント性が僕の方があるんで。どうしても。何それ今、何ポーズ決めてんの？いやいやいや。でも一つ言えるのは、もやし君で統一されてるけど、うん、決してもやしだけじゃないけど、この前も最初言ったじゃないですか、油揚げも好きだから。だからなんなら油揚げ君でもいいぐらいなの。違う、最近分かったことが、ナスも好きなの。ナスも好きだから。ナスも大体皆さんがスーパーで買い物してる時にこそっと見て246円、もしこれもらえたらいいだろうなとピュッて入れる。だからお料理もしないのによ、もう本当に。あと絶対のこだわりがある。まだ喋るの？福神漬けと梅干し、梅干しと、あの紅生姜。すごい顔じゃないですか。そう。でも福神漬けとか紅生姜大体100円とか95円とかね、こんなもんでしょ。このぐらいならいいけど常備しておきたい。なぜかっていうと、カレーライスには福神漬けがもうセットでないとダメなの。ということで本日のミネスタイル以上になります。また続きはもやしくんの YouTube でご覧ください。どうも皆さんありがとうございました。さよなら。おーい。ミネチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。